これは別府に行ってください、むしろ世界中から別府を目指してきてくださいというようなフェスにしていきたいなと思ってます。まあ、ちょっとこの別府温泉シャワーフェス2023はお湯を浴びながら音楽を楽しむ野外イベントとして実業家の堀江貴文さんなどが企画しました。今年9月9日別府市のスパビーチに5000人規模のステージが設置され、 DJ コウさんや佐伯市出身のお笑い芸人で DJ としても活躍する大の字などが参加します。会場ではそのままでは捨てられてしまう別府の温泉などおよそ1000トンがホースなどを使って撒かれるということです。実行委員会はインバウンド客も取り込み、別府の新たな代名詞となるイベントにしていければと話しています。